すいませんただいま、映ってますか？なんか華やかになった、すごい華やかな感じになったんですけど、ただいま。なんかさっきからずっと私の携帯重いってみんなに言ってたじゃんか。そう、すごい華やか移動した、そう重いって言ってたやん。そしたらさ、多分私のこの携帯の熱が熱すぎて、そうなんか熱が熱すぎて落ちたっていうか、できませんみたいな表示が出ちゃって今。そう、オーバーヒート、そうだね、熱くなりすぎた。そうだけど今冷凍庫に入れてきた、一瞬冷凍庫に入れてきた。あ、そう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 、これさ、クーラーがさ、ちょっと BGM がちょっと待ってね、どうしよう、ちょっとお待ちっつって、そうだけさ、熱すぎてオーバーヒートしちゃったから冷凍庫に入れてきた冷凍庫に入れて、もうクーラーのガンガン今下げて、今携帯のために動きました。冷凍庫、いや冷凍庫に入れたっていうか、もう本当にちょっとよ、ちょっと冷やしただけ。うん、やばい危ない危ない。あ、葵ちゃんがクマのドラム缶の玉投げてくれました、ありがとう葵ちゃん。葵さん、ドラム缶タワーありがとう。ということで、みんな何話してた、私がいない間ごめんね。飛んだ今のは。フォーユー所属ということは、ユーチューバーとしてもデビューするんかね、ちょっとわからないかな、それは楽しみにしててほしい。カール五星さんが大きな熊タワーを投げてくれました、ありがとう。カール五星さん、大きな熊タワーありがとね。そしてゆいべっぷさんもまたまたタワー投げてくれました、ゆいべっぷさんありがとう、ありがとう、ゆいべっぷさんありがとうございます、ありがとうね、嬉しい、またこれから何するかを楽しみにしててください。少しずつ皆さんと会える場所も作りたいし、もちろん私皆さんがね、これからジーナどんな活動するんだろうってワクワクドキドキしてると思うんで、その期待に応えれるように精一杯ジーナ高次奈結第2章のね、人生をしっかりと描けるように頑張りたいと思うんで、これからもね、 HKT48 の高次奈結ではなくなっちゃうけど、それでも見ててほしい、うん、頑張ります。だから私も見ときたいって思えるぐらいね、頑張らなきゃいけないね。うん、
クラブはどうですかね。うんうんうん。事務所の近くにダンボあるよ。そうなんや、ダンボ大好き。そう、福岡のね、好きなラーメン、おすすめのラーメン何ですかって言われたら、私ダンボって言ってたの嬉しい。事務所の近くにダンボあるって、やったね。いつでも地元の味に帰れる。火災報知器鳴ってる。鳴ってないんですよ、これで冷蔵庫の音。結構聞こえるんだね。うるさいよねここね。ごめんね。今どれ時間何時かしら。今タワーを投げてくれました。ドラム缶あの花火の缶。ぐちぐぐぐちぐっぴぐちぐっぴさんかな。ぐちぐっぴさんがタワー投げてくれてます。ドラム缶のありがとう。お、今10時53分。教えてくれてありがとうね。1時間しようと思ってたから11時までだけ、あと4分、あと6分ぐらいかな。11時で終わりたいと思うんで、11時になったら教えてください。ダザイフのダンボ美味しかったね。無理ない程度に月刊ジーナ配信とかしてほしいな。おー嬉しい。あれも楽しみにしてくれてたもんね、みんな。もう終わるのか。早い、寂しい。はい、11時には終わろうかなって。またね。うん、教えないよ教えてよ。11時になったら教えてね。その時になったら終わります。時間に正確や。そうなのよ、そういうとこね、私結構ね細かいの。いやでも本当に今までいっぱいあったね。まだ話し出したら止まらないかもしれないけど、うん、本当にいろいろあった10年間さ。最初はさ、わ、高幸さん花火タワーすごい、ありがとう。高幸さんが花火タワー投げてくれてます、ありがとう。うん、いやでも10年だよ。そう、10年、本当に長かったよ。何が楽しかった、みんな。ゆいの何を見て楽しく面白いなとか、うわージーナこれだからジーナ応援したいんだよなとか、だからジーナちゃんが好きなんだとか、どうだった、生まれ変わってもアイドルしたいですか。いやどうだろう、なんか途中はもう絶対に生まれ変わったらアイドルなんてやりたくないって思う時期もあってさ、もう本当に友達がアイドルになりたいって言うもんなら絶対にやめときなって言うって決めてたぐらい本当に嫌なことあった。でも今それを聞いた時にちょっと違うかも。もう一回生まれ変わってもやりたいって思う、うん、今は思う。生まれ変わってももう一度アイドルやりたいかな。ジーナの喋り方と声、ありがとう、嬉しい。そう、私の声好きって人も多かったね。スマホ冷蔵庫で冷やすところ、冷凍庫で冷やすところいつもショールーム遊びに行ったらコメント読んでくれるのに嬉しかった、ありがとう、よかった。期待して裏切るところ、あかんと思ったら期待以上の活躍するところ、耳が赤くなるところ、お顔と性格、ありがとう、嬉しい。性格も好きでいてくれてるんだ、ありがとうね。人間性が好きでした、全てが好き。いやー本当にいろいろあったけどさ、覚えてるよって言ってくれるとこ、27日20、うん、10円玉の特技
プロフィール欄にさ10円玉立てみたいなとこに書いてるけどさ、あれ私なんで血迷ってあれ書いたんだろうと思う血迷ってんなと思いながら、今も変わってないよ多分、開脚かな、なんかめちゃめちゃ美人なんだけど、海が好きなところ、美が好きでした、嬉しいね。気がつくと目が追っていた、不器用なところ、あーそうだね、でも本当にほとんど10年間不器用で生きてきたなと思う、いい意味で変わらないところ、そうだね、変わらないってよく言われる、ずっと変わんないねって、ちょっとの音がうるさいなみたいなところにあるから、ちょっと変な音が鳴り出したっていう、ポン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 言っちゃう、ポン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 言ってる、うるさいからごめんねエアコンがね、そうなんだ、なんか空気が入って、なんて、なんかね調べたらね、なんか出てくるよ。エアコンポコポコって調べてみて、出てくるから。でも本当にいろんなことがあってさ、ファンのみんなとかにもたくさん心配かけたし、ねえ。どんだけ私は情緒不安定だったんだって思うでも本当に元気な時は元気でさ、本当に分かりやすかっただろうなと思うし、みんなに助けられてばっかだったなって思う、で話入ってくるあーそうだね、いやでも本当、もう最後にさ、あのジーナにたくさん救われたとか楽しかったって言ってくれるのが嬉しくて、でさよならじゃなくてまた会おうねって言ってくれるのも嬉しいし、本当にありがとう。あ、11時になったのかな？なった。お、ということで、ちなみに11時。お、ありがとう、ありがとう教えてくれて。はい。でも本当にね、じゃあここでね、最後に、名前をお呼びしたいと思います。じゃあ、名前を呼びますね。じゃあ13位から。13位、堀内、ありがとう。堀内、ありがとう。12位、デデちゃん、ありがとう。ここでなんか発表するのかと思った。しません。ただ配信したかっただけです。12位、デデちゃん。はい、で11位が大輝咲森さん、ありがとう。10位俊幸さん、ありがとう。9位ゴリゾーさん、ありがとう。8位ヨダトモさん、ありがとう。7位ユイベップさん、ありがとう。6位シルちゃん、ありがとう。5位憂鬱なバラシケちゃん、ありがとう。4位ピューロちゃん、ありがとう。3位高幸さん、ありがとう。2位あんちゃん、ありがとう。そして1位はカール五星さんです、ありがとう。
そしてね、あの他にもタワー投げてくれた方で入ってない方がいらっしゃるんで呼びたいと思います。あきちゃんありがとう、雑誌ありがとう、のりぺありがとう、みやさんありがとう、ひとみちゃんありがとう、あおいちゃんもありがとう、ゆかちゃんもありがとう、茶道通りの魔術師さんもありがとう、でぐっちぐっぴさんもありがとうかな。投げてくれた方は私の覚えてる限りではこの方々だったんですけど、呼んでない方いらっしゃいますかね。タワー投げてくれた方も、あ、ずいちゃん呼んでない、ずいちゃんずいちゃん呼んでないってごめんね、ずいかくさんありがとう飛ばされた、だって悲しいごめんねよかったよかった、うん、Oh my god あー面白い、私って本当にバカよね。また舞台やってや、要因なんかつらいやでも本当にさ、このショールームもさたくさんしたじゃん。毎朝朝5時55分にさ配信した時期もあったじゃん懐かしいよね。もう変なところでさ外で配信したり、5時55分から真夏日はさセミが鳴いててさミン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 言いながらその中で配信したり、カメムシが出てきてワーキャーワーキャー騒いだり、総選挙の時期は何回も何回も泣いててさ何回泣くねんって、情緒不安定の時はすごい暗いし明るい時は明るいし、いろいろあったね。このショールームにもとてもお世話になりましたね。この配信でさ、いつも公演でとかテレビとかでは見られない一面とかも見てもらえたりとかする場所だったし、ありがたかったね。ありがとう。ショールームで、ショールームだけでしかさ会えなかった方もいるんじゃない？あ、てか古川さんいるんだけど古川さんのアイコン見っけ見てくれてるの、ありがとうございます。古川さん、最後に花火のタワー投げてくれました。うわー、ありがとう。佐世保のてっちゃん、てっちゃん花火タワーありがとう間に合ってよかったっていうのかなありがとう。配信だけだった、あ、配信だけだった方もやっぱいらっしゃるよね。そりゃそうだそうだ。古川さんもありがとうございます、見てくれて。いつもね配信すると必ず来てくれたし、古川さんもお世話になりました。今皆さんのアイコンも見てます、他の方々のアイコンも見てるんですけど、たくさんねコメントしてくれた方の名前とか、よく握手会に来てくださる方の名前とかもこの中にいっぱいいてね、本当にたくさんの方とコミュニケーション取れる場所だったから、ありがとうみんな。ポンがうるさいよね本当にいやでもまたね本当に皆さんとこう
してここでお話できて楽しかったです。最後ね、活動日は、最終活動日は4日になるので、その3日と4日にお会いできるファンの皆さんはまたそこでお話ししましょうってこと でそこにね、来れない方がいらっしゃると思うので、この中にもたくさんなので、その方々は HKT の麹の結衣を見るのは最後になるのかな、多分この配信で見るのは。なんで本当にありがとうございました。楽しい楽しい10年間をたくさん支えてくれてね、ありがとうございました。皆さんのおかげでこうやって10年間頑張ることができたし、皆さんのおかげで HKT を嫌いにならずに済んだし嫌いにならずに済んだというか、うん、まあ、嫌いにならんことはないけどね。だってメンバーがとってもいいしさ、とってもいい？メンバーのだからもう本当に HKT メンバーって素晴らしいよ。メンバーばっかり揃ってる、本当に素敵なメンバーしかいない。本当に皆さんのおかげで頑張れました。はい、ありがとうございました。これからもずっと大好きです。じゃあまた会おうね。うんうんうん、ありがとうございました。こんな配信で良かっただろうかありがとうございました。じゃあおやすみなさい。お付き合いいただきありがとうございました。またね。あ、舞台見に来てください。ヘナチョコビーナス、まだチケットあるんで見てください。見に来てください。千秋楽は完売してるみたいです。その他は余ってるので、皆さんどうか、見に来てください。ヘナチョコビーナスですよ、ヘナチョコビーナスですよ、ヘナチョコビーナスですよじゃあねバイバーイ。あとあったかな、あと私の卒業グッズも買ってね、ミラーも買ってね、卒業グッズの手鏡と、アクリルスタンドと生写真セット買ってねじゃあねあとないかな宣伝。ないね、よし、最悪ありがとうございました。バイバーイ。じゃあ終わります。バイバーイ。あ、そっか、これで。